どうも、ジテッコーです。今回はプラグインの紹介をしていきます。プラグイン。コアプロテクト。サーバーを運営する上で、一番来て欲しくないのが嵐ですよね。このように、TNT を置かれて、爆破され建造物なんかを壊されてしまう、そんな時ありますよね。でも、大丈夫、プラグイン、コアプロテクトのコマンド。CO ロールバックを入力した後、戻す時間量と範囲を入力すると。このように、何事もなかったかのように、戻ります。ちょっとした注意ですが。このロールバックにはプレイヤーの指定ができるので、その人の行動だけ戻すことができるんですが、これはあくまでプレイヤーが手で壊したもの限定になります。なので、このように手で壊した草だけ、戻り、TNT で破壊された部分は残ってしまいます。TNT で破壊したブロックというのも指定できますが、面倒なので、タイムとレディオス、半径を指定して戻す方がいいと思います。便利なのがもう一つありまして。このように、チェストに物を入れます。そしたら、コマンド、COI、と入力します。この状態で、左クリックをすると、そのブロックを誰が置いた、壊した履歴が、右クリックするとそのストレージブロックに、誰がどのアイテムを入れたのか、抜いたのかが、わかります。元の状態に戻すにはもう一度同じコマンドを打ちます。今、アイテムを抜いたので、マイナスと表示され、誰が抜いたのか、用途アイテム名まで、表示されます。結構サーバーを運営していると、誰が取った盗んだ、って喧嘩するので、抑止力としても便利です。まあ、チェストロックプラグインを入れておけば解決なんですが。あと、便利なのが、CO ルックアップですね。これも時間を設定することで、それまでの行動を表示してくれます。プレイヤーを指定すれば、どのように行動していたのかも調べられます。座標も表示しており、その座標をクリックすればテレポートして現場にすぐ駆けつけられるのもありがたいです。いかがでしょうか？このプラグインちょっと注意点として、全部の行動を記録するので、当たり前ですが、少し重いです。一応古いデータは削除されていきますが、行動データは増えていくので容量も必要になります。それでも、やはり嵐対策にはもってこいなので、サーバーを運営する際は入れておいて損はないです。ですので、ぜひ入れてみて、快適なサーバー運営ライフを送ってください。では、さようなら、さようなら、さようなら。